じゃあすいません、はい、今日大臣とお話しして、ご感想、受け止めを教えていただけますか。西川大臣は、一言一言慎重にお言葉を運ばれる大臣だと思っております。今日もそういう、言葉を多くではございませんでしたけども、現場を見ていただいた上で一言一言噛み締めるようにご発言をいただきました。現場を見ていただいてよかったなと、もう率直にそういう印象を持っています。今日実際に現場に大臣と行かれて、どういうようなお話を具体的になさったとかっていうのはありますでしょうか。大臣にはそもそもこの海が自然だけでできたのではなくて、人と自然が一緒になって作り上げた海だと、累次にわたる干拓、そういったことによって作り上げた海だということを申し上げてました。一般的には海というとイコール自然ということがあるわけですけども、この有明海というのは人の営みも含めて自然という部分がありますので、そういったお話をさせていただき、例えば有明海で営まれるというか、みんなが楽しんでいる潮干狩りの様子なんかも紹介して、他の地域とは違うんだよというふうなことで、この有明海の持つ海が、有明海という海が他の海とはちょっと違うんだということを体で感じていただければなということでお話を申し上げました。実際海面には触れて あくまでもあまり触れない形でという形だったと思うんですが、 あくまでも佐賀県のスタンスとしては、要は海面を求めていくというスタンスで変わりはないんでしょうか。はい、それは前回大臣にお目にかかった時にも申し上げましたし、今日も私のまとめの中で開門問題に対する佐賀県の基本的な姿勢は変わらないということを大臣に申し上げました。それで基本姿勢については、確認の発言をしたということでございます。ただ今回は、その今司法の、相反する決定の中で身請け金が取れないでいる開門問題について、大臣から新しい見解を引き出すというよりは、本当に魚や貝が取れなくなって困っている、海苔の生産も不安定になっているという状況の中で、漁業者の方が水産資源が少し戻ってきたねと実感していただくために、何を必要するのか、必要なのかということを分かっていただくのが一番今回の来訪に応える目的だと思ってましたんで、漁協の方にもお願いして、そういう面からのご発言をしていただいたということでございます。その意味では、その大臣には水産資源が不安定になり、あるいは取れなくなって生活がいかに困っているのかということを肌身で感じていただくという目的は達成できたと考えています。実際こう漁業者の方とですね、大臣とはこう意見を突き合わせて、という現場ができたと思いますけれども、今日のその結果というのはどういうような評価ができるというふうにお感じでしますか。おそらく今これから長崎に向かわれるバスの中では、いろんな感想が述べられているかもしれないなと思います。そういう中で、大臣は今までも農林水産行政についてはお詳しい方ではありますけれども、直接生の声を聞かれて、本当にこの人たちのために何とかせんといかんねというような会話がなされているんじゃないかということを期待しています。それではよろしいでしょうか。すみません、最後に1点だけ、確認になるんですけれども、はい、4県協議に向けた期待というのは、この、現地訪問を受けての。はい、せっかく作っていただいた場です。もともと私どもが提案したということもありましたので、大切にしていきたいと思っています。私はもう開門問題はこの場で、その協議の場で議論するのではなく、あくまでも協議の場というのは、この同じ共通の海をで暮らしている4県の人間が集まって、水産資源を回復させるためにどうしたらいいのかということについての話し合う場であればいいのではないかと思っているところでございまして、ぜひその目的が果たされるように、我々としてもこの協議会をの、メンバーとして引っ張っていければと思っています。それではよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。